こんにちは、デリシュキッチンです。もやしあんかけチャーハンを作ります。まず耐熱皿に白ご飯 400g を入れ、溶き卵2個分を加えてよく絡ませます。鶏ガラスープの素小さじ2、醤油小さじ2、ごま油大さじ1を加えて混ぜます。ラップをせずに 500W のレンジで2分加熱します。よく混ぜたら、さらに 500W のレンジで3分加熱してください。終わったらまた混ぜて、塩コショウで味を整えておきましょう。フライパンにごま油大さじ1を入れて熱し、にんにく1/2かけ、生姜1かけ、ネギ10センチ分のみじん切りを入れて炒めます。香りが立ってきたら、豚ひき肉 80g を加えて炒めましょう。肉に火が通ったら、水 600cc、鶏ガラスープの素大さじ1、酒大さじ1、みりん小さじ1、醤油大さじ1を加えます。沸いたら、もやし 100g を加えて熱し、塩コショウで味を整えてください。片栗粉大さじ3、水大さじ5の分量の水溶き片栗粉でとろみをつけたら、器に盛ったチャーハンにあんをかけて完成です。以上、デリシュキッチンでした。